さて皆さん、いよいよ最後です。最後の最後の最後です。もう一度登場願います。山本太郎さん、ありがとうございます。業務連絡です。皆さん、通路を確保できるように少し前に来るとか、ゆっくりですね、ゆっくりでお願いしますよ。少し通路を確保できるように皆さん前へ後ろへ、ゆっくりとゆっくりと周りを見ながらお願いできますか。すいません、ご通行中の皆さん本当にご迷惑をおかけいたしております。本当はこんなことになるとは思ってなかったんです。テレビも全然取り上げないんで、まさかここまで盛り上がるとは思ってなかったんですけど、ここでやるっつったらこんなたくさんの方がいらっしゃったんです。そちらのハルクの方の方も、連絡橋の方々、まさかあんなところにまで、あそこまでいるじゃないですか。見えてるよ。ありがとうございます。後ろの皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさいね、悪気はないんです。選挙運動中なんです。くれぐれも皆さん、通路の確保の方だけぜひお願いいたします。足元に点字ブロックがありましたら、ぜひそこだけは、滞留されている方避けていただけるようによろしくお願いいたします。改めまして、マイクを握っている私、参議院議員をやっておりました山本太郎と申します。よろしくお願いします。山本太郎、2013年国会議員になりました。東京の皆さんに送っていただいた、6年が経った今回、山本太郎選挙です。今回は東京選挙区ではない、東京選挙区ではなく、全国からどこにお住まいの方でも山本太郎と書いていただける、比例代表2枚目の投票用紙に書いていただく比例代表として立候補。どうか皆さん、比例代表2枚目の投票用紙には山本太郎と書いていただきたいんです。お願いします。力貸してください。今回は山本太郎を率いる令和新選組という名前はたった3ヶ月の間では浸透しません。一方でメディアが流している情勢調査、ここで浸透のしていない名前で調査をしたところで、令和という名前で反応できる人が少ない、獲得できる議席は少ないであろうという調査結果でも違います。今その情勢調査で1議席しかいかないんじゃないかって言われたところが3まで動いてるんですって。1から3ですよ。1から3。ただしこれは令和新選組の略称、ひらがなで令和と書いた人たちでそれぐらいの調査結果になってる。ということは比例代表2枚目の投票用紙、山本太郎と書く人の名前が多ければ、それに議席がプラスされる可能性があるってことなんです。ただしこれはあくまでも蓋が開いてみるまで分かんないんですよ。蓋が開くまで分からない。なぜか、こんなこと誰もやったことないからなんです。面白いじゃないですか。市民の力で国政政党をみんなで作るんですよね。皆さんの声を直接伝え、そしてそれを形にするどころか、永田町の論理一切関わらない、あなたのためになるかならないかのみでの判断で徹底的に抗うという集団を国会の中に作ってくださるんですよね。皆さん、私はファンタジーを提供するそのつもりはありません。リアルに国会の中で一番ややこしい勢力を作りたいんです。それには
皆さんの一票、非常に重いものです。皆さんからいただいている一票は。でもその一票では大きな政党には抗えない。なのであなたから広げてほしい。リアルに周辺にいる人、これまでのネットワーク、あなたの一票が確実に2票になるように、2票が3票になるように。あなたの力が絶対的に必要。あなたがどれだけ広げられたかで結果は変わる。新しいスタート切りましょうよ。みんなのための政治やらしましょうよ。あなたのための政治の始まりですよ。これが力が昇進ですよ。山本太郎、小沢一郎さんとやってきたが、そことは離れ、今一人で旗揚げをし、そして多くの方々のご支援を受け、今回山本太郎を含め10人の仲間でこの選挙挑戦している。この10人の仲間と選挙をするのには数億円単位のお金が必要。現在までで集まったお金3億9000万円ですって。あなたの力ですよ。あなたの力ですよ。あなたの、あなたが、あなたの力。今日外で食べようと思ってたけど我慢した。1週間分のおかず1品ずつ減らした。なんとか絞り出した1000円。自分のためのご褒美に何か買おうと思ってた500円。本当は買わなきゃいけなかった靴、本当は買い替えたかったカバン。みんながそれぞれ我慢をして、なんとか今の閉塞感、今この社会に風穴を開けてくれと、みんなの力で私たち令和新選組は今回の選挙出ることができました。本当にありがとうございます。どうせこの結果が出て良くなったとしても、いつか政治家は手のひらを返す。今まで散々な政治家たちを見てこれば、そのような考えになるのも致し方ない。でも私たち違いますよ。支えてるベースが違いますから。散々踏みつけられて、もう死にたいと思いながらも、最後のチャンス何かないかと思った時に今回の参議院選挙があった。だから託してくれたんでしょ。その気持ちどうやって裏切れっつんだよ。見ててくださいよ。間違いなく皆さんのための仕事をする、徹底的にやる。それをやめるぐらいだったら政治家なんてやめてやるって話ですよ。山本太郎を率いる令和新選組、まずはこの選挙で10人の仲間たちと立候補、できる限り一人でも多く国会議員にしていただきたい。そしてその後1年以内に衆議院選挙、3年以内には参議院選挙がある。確実にその数を広げていきたい。そして私たちが実現したいことを確かなものにしたいんです。じゃあ何がやりたいんですか、山本さん。山本太郎、政権取ったら必ずやりたいこと、それは消費税廃止。この中に消費税廃止されて困る人いますか。そんな景気のいい人がいるんだったら、ぜひご寄付重ねてお願いします。この消費税があったばかりに首が締まった。そればかりか、本当に首を吊らなきゃいけないような状況に追い込まれた方々たくさんいらっしゃいますよ。今日を生きるためのおにぎり、今日を生きるためのパン、それを買うのにも消費税かかる。一方で金持ちが道楽で買うダイヤモンドやフェラーリにも同じ税率がかかる。でもおかしい。
紙おむつからダイヤモンドまで同じ税率なんておかしすぎるでしょ。ギリギリで生きている、その人の命をつなぐためには食べ物が必要、飲み物が必要、それを買うためにも同じ税率かけるなんてあまりにもアコギじゃないですか。どう思います？消費税 10% になってしまえばどういうことになるか。おそらく多くの方々が1年間で消費税にどれぐらいのお金を払っているか分かっていない。2014年総務省のデータ、国民全国消費実態調査、ここから試算すれば消費税が 10% に上がれば1年間に納める消費税の額は1ヶ月分の所得に該当する。1ヶ月分多すぎるだろって話だと思いません？消費税がちゃんと皆さんの生活の底上げに使われている、そういうならば私は100歩ではなく1万歩譲ろうと思います。でもそうじゃない。残念ながら金持ちに対して大減税所得税、大企業に対して大減税法人税、この2つを下げるためにこの国の所得、この国の収入が減った。だから消費税で補填してる。消費税何に使われているのか。確かに一部の社会保障には使われているが、多く使われているものは法人税の減収分に、法人税の減収分に、消費税の 73% が使われてたっていう計算が成り立つ。おかしいじゃないか。金持ちをもっと金持ちに、大企業をもっと儲けさせるためにどうしてみんなが消費税払うんですか。今日のパンを買うために、今日のおにぎりを買うためにどうしてそれで払わなきゃいけないんですか。こんなふざけた税金やめよう、消費税は廃止、どうですか。消費税を廃止にする山本太郎さんの熱い気持ちを聞いていただきました。ではですよ山本さん、じゃああなたそれをやめると言うんだから財源はちゃんと担保できるんでしょうね。そのような質問も出てくるところだと思います。わかりました。じゃあ消費税をやめるのにいくらかかるか。20兆円の財源を別で用意しなきゃならない。じゃあこの20兆円別でご用意いたします。一言で言います。消費税導入前、消費税導入前に戻るだけ、どうでしょうか。つまりは何か、消費税導入されて増税するたびに所得税最高税率下がっていきました。つまりは金持ち、より金持ちになる。これをやめろっつってんです。最高税率、所得税の最高税率を引き上げます。引き上げられたら収入が少ない私にもそれがのしかかるのではないか、そう思われる方はいらっしゃると思うんですけど、関係ございません。私は真っ当な納税を大金持ちからしていただくというお話をしているだけです。最高税率を引き上げます。例えばですけれども、この国の所得税負担率、所得税の負担率一番高いピークはどれぐらいの人か。年収1億円程度、おかしくない？所得10億、所得50億、所得100億もいるのに、どうして所得税負担率が1億がピークなの？この理由は分離課税にあります。何か、株によるそこからの利益、金融資産からの所得、これに関しては分離する、そしてパーセンテージを下げる。だから結果所得税そのものの負担率は10億の人も100億の人も下がっていくってことになるんですね。こういうのをやめましょう。分離課税ではなく所得は全て所得税で取る形にします。よろしいでしょうか。続いて法人税、
法人税は大企業、中小企業、零細企業、これ税率同じです、フラット。しかし大企業に対しては税の大割引システム、租税特別措置など80以上を超える大サービスがある。申し訳ないんですけど、この特別扱いやめてもいいですか。やめてどうするか。この法人税、決まった税率フラットをやめる。所得税と同じように累進制を導入する。つまり何か、儲かっている時には税負担が上がる、逆に儲かっていない時には税負担が減る。これ一番フェアな取り方だと皆さん思われませんか。これによって一番助かるのは誰？中小企業、零細企業、自分たちの身の丈に合った納税が行える。中小企業、零細企業が元気にならなきゃ本当に好景気なんてやってくるはずないですよね皆さん。わかりました。じゃあこの所得税、そして法人税、この2つの税制改革を行った場合、財源29兆円、29兆円の財源が担保できるという試算がある。ちょっと待ってください、消費税やめるのっていくらかかりましたっけ。20兆円。じゃあ税制改革で29兆円、そして消費税やめるの20兆円、29-20、9兆円のお釣り。消費税廃止やってもいいですか。ハルクの方やっていいですか。後ろの方どうでしょう。やらせていただきます。だからその先頭に出したいんですよ。政権取るまで力貸してくださいよ。税制改革によって9兆円、9兆円がお釣りが出た。この9兆円の使い道について提案させてください。皆さんは少子化問題だと思います？少子化を問題と思わない人いますか？年金のシステムを考えても人口が減っていくようなことは絶対にしちゃいけなかったけれども、そこに対してちゃんと施策を打ってこなかったのがこれまでの政治。少子化が問題だというならば、私まず教育、本人とその家族に負担はかけちゃいけない、そう思ってますけれども、この国がやってきたことは真逆。何か、奨学金というサラ金を若い人たちに負わせる大借金です。これによって利息年間で350億円ぐらい、350億円の利息は金融機関の懐に入る。おかしくないですか。金融機関にとっては350億円儲かってよかったねだけど、利息を背負わされてる方とすればたまったもんじゃないですよ。いかがでしょう。奨学金を借りている人と、そして今返済している人、全部合わせて555万人、これを全部チャラにするの9兆円。使っていいですか。使っていいんですか。ありがとうございます。少子化が大問題だった、だったらやることはっきりしてるだろう。そして東京大都市でも絶対にやらなきゃいけないこと、これは少子化が問題だっていうんだったら特にやらなきゃいけない住宅の問題。家賃高すぎません？収入の5割、収入の5割は確実に家賃に消える。それで余ったお金で消費する、生活苦しいに決まってるやん。当然ですよね。私は国が公的な住宅として中古マンション、中古の一軒家、そういったものを買い上げる、これ重要だと思ってます。初期費用がいらない、敷金礼金いらない、安い家賃で住める家、これを私は実現したいんです。敷
金礼金払えない人どうすればいいの？実家にいるしかない。でも実家と折り合い悪かったらどうなる？そんな地獄ないですよ。だからこそ敷金礼金準備なくても安い値段で住める家、これ重要です。これこそが少子化、考えた時に絶対にやらなきゃいけないこと。これは若年だけじゃない、高齢者もそう。自分の家、次の住みか、そう思って借りたアパート、耐震性十分じゃなくて潰されることになった。1年前に、1年後には潰しますから家見つけといてくださいって言われた80歳を超える女性、それから1年間不動産を回っても借りられる家はない。なぜか一人で死ぬでしょって言われる。どんだけ地獄なんですか。路上で暮らされてる方々、ここ新宿にもいる。だったら施設入ればいいやん、生活保護受けて無料定額宿泊所でも入ればいい、そう思う方いらっしゃるかもしんない。でもとんでもない。たった2畳ぐらいの部屋にベニヤ板で仕切られた家、それが家って呼べる？それだけじゃない、中での人間関係、暴力もあったりとかいろんなことがある中で、もうそこでの生活は限界だ。国からの福祉を受けなくても一人で路上で生きたい、そう思う方々もいらっしゃいます。誰にとっても住まいが権利であるってことが担保されれば、これはスタートちゃんと切れるじゃないですか。何よりも住まいを権利ってことは、私たち令和新選組はやっていきたい。力を貸していただけませんか。消費税を廃止することによって、首が締まっていた中小企業、零細企業、この重荷をのけることができる。そして消費税をやめることによって、初年度物価は 5% 落ちる。当然世の中は好景気に向かう。それだけじゃない、税制改革によって中小企業も重荷がなくなる。中小企業、零細企業、元気になるじゃないですか。考えていただきたい、どれだけの従業員が中小零細に勤めてるか。大企業から零細企業まで含めた人数4800万人が従業員数のすべて。このうち中小零細で働く従業員数4800万人のうちの 70%、 この国を支えてるのは中小企業じゃないんですか。ここの足元がしっかりとしなきゃ、本物の好景気なんてないし、この国の成長もない。どっち見て仕事やってんだ、政治やってんだってことですよ。あなたが生きてていいっていう社会を作らなきゃなんない。この国を守るとは、あなたの生活を守るってことですよ。最も重要視しなければならない安全保障は、あなたの生活、国内の安全保障なんですよ。引き上げさせてください。あなたの生活を引き上げたい、それがこの国を守るということ。力貸してもらえませんか。死にたくなる、その原因が経済的な不安定って大きくないですか。この国の人々の生活を安定させることこそが、私20年のデフレの脱却に一番必要なことだと思います。この道しかない、この道しかない、その言葉は私たちのものだ、そう思いませんか。ファンタジーで終わらせる気はない、これを実現しなきゃ意味ない。まずこの第一歩、山本太郎を率いる令和新選組にチャンスを欲しい。どうやってチャンスを作ればいいか、あなたの一票が欲しい。それだけじゃ困る、あなたの一票から横に広がるという連絡を周りの人たちにしてほしい。まるで創価学会員になったかのように、選挙の時期になれば必ず電話がかかってくるあの方、毎回同じことを言われる。もしもし、投票先決まりました？もう決まってるっちゅうねん。心の中ではそう思っても、いやまだ決まってなくて、いつもごめんね、あの人に入れてくれる？ね、比例は公明党でよろしく、うん分かった、そんなやり取り何回もしたでしょ皆さん。それですよ、その努力ですよ。みんなで力を合わせて創価学会の皆さんのように電話をするのです。
あ行から和行までアドレス帳をたどるのです。それが光の道です。力貸してください。一番やらなきゃいけないことを創価学会の皆さんはやられてる。リスペクト。だから政権与党になれなんですよ。同じやり方を丁寧にやっていきませんか。残す時間はあと少し。皆さん力を貸してください。フレンド票 F 票獲得のために力を合わせましょう。 LINE でも送って、 Twitter もやって、電話もして、よろしくお願いします。令和新選組のホームページに Twitter ご利用の方はぜひこのバナーをアクセスしていただきたい。トレンド、金をかけなくてもトレンドの1位に上げることができる、宣伝できるんです。ありがとうございます。山本太郎、国会今回1議席を守るためだけだったら東京選挙区から出てる。だってその方が当選確率高いもん。でもそうはしなかった。どうしてか。一人でガス抜きしててもしょうがないんですよ。本当に戦える仲間と一緒に風穴開けに行くんですよ。力を貸していただきたい。山本太郎と100万票以上いただければ今回特定枠1位に位置づけられている船越康彦さんが国会議員になる。山本太郎に200万票いただければ重度障害者の木村英子さんが国会議員になる。この先日本は高齢化社会が加速する。多くの方々が寝たきりになって、その先にあるのは何ですか。いつまで国に頼ってるんですか。もういいんじゃないんですか。そんな同調圧力の中で自分の命の期限を決めることにもなりかねない。だって今でさえ生産性で人間の価値が測られる。あなたは生きてる価値があるのか。あなたは何かの役に立ったんですか。会社の役に、世の中の役に、何かの役に立ってなくちゃ生きてちゃいけない。そんな空気蔓延してるじゃないですか。その世界が極まれば命の選別につながる。私はそう思ってます。そんなのおかしいでしょ。なぜか自分は生きてていいんだろうか。消えてしまいたい、死にたい、そう思ってしまう世の中の方が間違ってんですよ。そんな世の中を作ったのは今の政治であるならば全く真逆の世界も作れる。それが政治でしょ。それを決めるのが選挙でしょ。あなたは存在しているだけで価値がある。あなたは生きているだけで価値がある。私はそう言われたい。あなたは。世の中の役に立たないんだったら生きてる価値がないよねと言われる社会と、あなたは存在しているだけで価値があるねと言われる社会、あなたはどっちの社会が欲しい。生きててよかったって思える社会にしようよ。だったらそれができるのが政治ですよ。ぶっ壊されたこの国、労働環境は潰されて、非正規もう今や4割、これを最悪な状態にまずしたのは小泉竹中。自民党をぶっ壊すと言いながらこの国をぶっ壊したじゃないか。不安定な労働で喜ぶのは誰。責任を負わないでいい企業側、それで儲かるのは企業側。でもその立場に置かれたあなたは半年後も1年後もわからない。そんな不安定の中で将来の自分なんてイメージできない。そんな社会やめにしましょうよ。小泉竹中が作ったこのとんでもない社会、今加速してますよ。ずっと新自由主義継続されてる。これを変えたいんですよ。これだけ大人数の中だからやってみたいな。小泉竹中ろくでもないってみんなで言ってみます。いくよ。小泉竹中ろくでもない。
取り戻す、取り戻す、日本を取り戻すはこのことだ。令和新選組、皆さんのお力を貸してください。紹介します、一人ずつ。特定枠1位、船子康彦。特定枠第2位、木村栄子。そして東京